飯田駅は長野県飯田市場飯田に所在する東海旅客鉄道飯田線の駅である。特急、稲ロや快速、ミスズなどが発着する飯田線内における主要駅として機能している。また、青空フリーパスで利用可能な飯田線の北端でもある。飯田駅は短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ。 市場駅である。南側の短式ホームに接して駅舎があり、ホーム北側には留置線が引かれている。かつては駅舎西側に有害者用の貨物ホームがあったほか、複数の貨車留置線が引かれていた。駅舎の屋根は赤く塗られた丸い形状をしており、駅舎の正面の上部にはリンゴをあしらった装飾も見られる。これは新州名産のリンゴと風、 越山をイメージしたデザインとも言われる。ただ、リンゴに関しては、新州の特産品の一つだからではなく、飯田大貨からの復興のシンボルとされたものが、リンゴであるためとも言われる。駅構内には、JR 飯田支店が置かれ、駅長、駅員が配置された、JR の直営駅であり、中井侍駅、稲大島駅間の各駅を管理している。また、 駅舎内には JR 全線切符売り場が設置されている。待合室にはキオスクがある。なお、かつては駅舎付近で駅そば、駅弁などが販売されていたものの、現在は営業休止中である。東海旅客鉄道飯田支店列車によって発着番線が変化するので、駅掲示時刻表等での確認が必要である。豊橋方面の特急、稲ロは一番線。 辰野方面の快速、ミスズは3番線から発車する。飯田市統計所によれば、飯田駅の乗車人員は以下の通りである。風越山から望む飯田駅周辺の中心市街地。写真下部を左右に走っているのが、中央自動車道で、その少し先を飯田線が通っている。飯田線は、大嵐駅から出品駅付近までと、市田駅付近から先は、 ほとんど天竜側に沿うよ業うに付設されている。しかし、飯田市の中心駅である飯田駅によるように、飯田線は松川の上流の方向に屈曲して、霧石駅に達してから松川を渡り、この飯田駅に到達している。なお、次の桜町駅付近では、松川の支流の野底川を渡っている。このような線形であるため、この付近では飯田線が、 中央自動車道に接近している。飯田駅は飯田市役所の最寄り駅であり、駅前には商店街が見られる。また、駅正面から県道飯田停車場線が伸び、南東に約200メートルの場所に国道151号の起点がある。1992年に飯田駅の駅舎がリンゴをイメージしたデザインに改装されたが、飯田市のリンゴ並木も飯田駅からは比較的近い。 経年劣化で2018年6月から10月にかけ、塗装の塗り替えが行われ、リンゴをイメージした赤が蘇った。さらに、以下のような施設が、駅周辺に立地している。高速バス乗り場新南交通、飯田駅前発見所東京方面への中央、高速バス、名古屋方面への中央道高速バスや、長野方面への、三スハイウェイバス、市内線用の飯田市民バス、 新南交通バスが飯田駅前に発着している。以前は高速バスの始発、終着は駅から800メートルほど離れた飯田バスセンターであったが飯田商工会館の建て替え工事のために廃止された2011年10月1日から当駅前に変更された。同センターで行われていた高速バス定期券発売などは2011年10月から新南交通 飯田駅前発見所で扱っている。なお、飯田商工会館の建て替え工事が完了したことに、伴い、2014年4月1日から飯田商工会館バス停が一部の高速バス路線の奇襲点として復活した飯田商工会館。ありがとうございます。